南シナ海に、海自の黒潮潜水艦が突如として現れたとニュースになりました。護衛艦加賀とアメリカ海軍が自由の航行作戦で訓練をしていた時の出来事だったそうです。潜水艦が海底にいることが分かった3日後、当時の防衛大臣小野寺氏は15年も前から南シナ海で訓練を行っていたこと、護衛艦加賀の下の海底には黒潮が任務を遂行中だったこと、黒潮は南シナ海で極秘任務に当たっていたことを発表したのです。どうして今頃発表したのかと不思議に感じがしますね。実は黒潮は旧型の潜水艦でした。しかし旧型ながらも南シナ海まで他国に知られることなく潜航したのです。もちろん中国海軍にも発見さてはいませんでした。そしてこのタイミングという日本にとって有利な場面で発表したのです。抑止効果のためと思われます。どこに対する抑止でしょうか。言うまでもなく忠告ですね。ただし海底にいたのは黒潮だけではなく、そう、流型潜水艦がもう一隻いたのではないのかという推測も流れているようです。最新型型である、そう、流型潜水艦の潜航深度は当然ながら旧型潜水艦の黒潮よりも深くなっています。もちろん潜航深度は極秘扱いですが、1000メートルは潜れるという意見、正500メートルだろうという意見もあるようです。実際のところ潜航深度は謎のままです。非公開ですからね。個人的には800メートルではないかと考えています。最新鋭の鵜、竜や闘竜などリチウムイオン電池搭載艦は深く潜れるのではと思いますが、一方で機関が変わっても潜航深度はそのまま変化はないとも感じます。判断は難しいですね。ただしそう、流型の次、最新鋭潜水艦では変わってくると見られます。通常動力型潜水艦でトップクラスですし、原潜も超える性能を持っていると見込まれるのです。何といっても静粛性は実質的に世界トップになるでしょう。そのリチウムイオンを搭載した放流潜水艦の引き渡しが近づいていますが、改めて性能を見ていくことにしましょう。ご存知の通り、日本には数多くの潜水艦がありますが、放流の出現が今までの潜水艦史を変えました。2018年10月4日に進水式を終えたばかりの放流は新しい潜水艦です。本当の活動はまだまだこれからですが、いわば日本の忍者が完成したという声が多いのです。忍者は忍者でも海底の忍者なのです。ちなみに、放流の建造費は660億円ということですから、日本政府がこの潜水艦にどれほど力を入れて開発されたのか、丸わかりですね。では、この放流の出現は、どんな意味を持つことになるのでしょうか。素人考えですが、高スペックな潜水艦は自国よりはむしろ他国への脅威になる存在でしょう。つまり日本の周辺国、中国、韓国、ロシア他にとっては非常に目障りな存在と感じるはずです。理由は簡単。日本に近づこうとしたら空と海の二方面を突破しなければならない羽目になるのですから。忍者放流だったら海から接近する敵を即感知し防衛体制を整えることが可能になると思われます。潜水艦というのは
自分たちの見えないところに潜む見えない敵です。これほど恐ろしいものはないでしょうね。評判の高い潜水艦を無視できなかったのでしょう。中国メディアが横流について書いた記事を紹介してみますね。気になることも書いてますよ。記事を書いたのは、無料で利用できるニュースアプリ今日頭上です。19日の横流関係の記事です。日本の三菱重工神戸造船所で、10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催された。潜水艦の名前は横流、そう、流型潜水艦の11番艦である。特筆すべきは、この潜水艦は、世界で初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実で、ある。リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦には多くのメリットを持っている。なぜ我が中国ではこのリチウムイオン電池を採用しないのか。今まで製造された総流型潜水艦には鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンが併用されてたが、新たにリチウムイオン電池を搭載したことで水中持続力などが格段に向上したと思われる。日本は近年軍事拡張の傾向があるが、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法を維持している。しかし、軍備についても存在感を示しつつある。といった内容でした。また、この記事は、リチウムイオン電池についても抜かりなく説明しています。このリチウムイオン電池の発明に関しては、日本人の吉野彰氏が2019年ノーベル化学賞を受賞したことでも記憶している方が多いでしょう。リチウムイオン電池は今や電気自動車にも多数使用されている電池です。蓄電量が通常乾電池の3倍とも言われていますから、充電に時間をかけられない潜水艦に使うというのは効率的ですよね。今までのように充電のために浮上しなくても済むのですから、潜水可能時間が長くなるわけです。さらに、機関部の音が静かなので、敵に気づかれにくいというメリットもあります。だからこそ、なぜ、こんなに便利なものを中国は採用しないのか、という疑問が出てくるという指摘もあったようです。中国で採用しない理由について、今日頭上の記事によると、リチウムイオン電池には、重大なデメリット、発火しやすいがあるためということです。確かに、リチウムイオン電池を使っている、スマホやノートパソコンから、火が出たという絵事故があったことは事実です。それを考慮して、海底で活動する潜水艦で火災があったら即命に関わる重大事故ですから、リチウムイオン電池を使用しないというのは理解できます。潜水艦用リチウムイオン電池については、実際のところ予算を含め様々な課題があり、長い間採用が見送られてきたという経緯があります。しかし、発火などのリスクに関する安全性はかなり前から確認されていたということです。ということは、要するに、問題は中国製のリチウムイオン電池にあるということでしょうね。中国の別のメディアも、10月24日、横流波15年進んでいると言われるが、致命的な欠点があると記事で述べています。実は、リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に採用されていますが、その多くが日本製と言われているのです。従来の鉛蓄電池からリチウムイオン電池に変えることで、潜水艦は長期間の潜航が可能になりますし、メンテナンスが容易になり、
エンジン音も静かで、管自体の隠密性が高くなど、メリットが増えるのです。潜水艦にとっての最重要ポイントは、敵に発見されないことです。潜水艦を確認する方法の一つが、ソナーマンによる機体音の補足ですが、機体が発する音が静かであればあるほど、見つかる確率が低くなるのは言うまでもありませんね。結論として、リチウムイオン電池が潜水艦音を小さくしてくれるのです。記事は、こういったメリットを認めた上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在すると指摘しているわけです。その致命的欠点が過充電状態だと発火する恐れがあるということです。万が一火災が発生すれば、どんなに高性能な潜水艦だとしても無意味と主張しています。余談ですが、中国共産党局はインターネットニュース情報源機関のリストを交付し、ネットを通じてニュースを配信できるのは指定されたメディアに限り、これ以外から発信されたニュースを記載すると法で罰すると言っています。ですから、これ以外のニュース報道機関は指定されたメディアから伝載するしかなくので、ニュースの独自性が失われていくことになります。そういったメディア統制のある中国だからこそ、国民は記事を絶対的に信用してしまうのかもしれませんね。日本メディアには他山の石と考えてほしいものです。インターネットは、言うまでもなく、SNS も監視されている中国。特に、海外の情報には神経を尖らせているようです。外国の情報が国内に入ってしまうことになりますから、こそのメディア規制でしょう。と言っても、欧流の情報は堂々と報道しているのに、疑問を感じますが、特に不安もないということでしょうか。リチウムイオン電池に関しては、2013年1月、日航ボーイング787型機のバッテリーが発火する事故が起きたことも、しっかり紹介しています。この問題は、その後どこまで改善されたかは、日本でも判明していませんから、同じような事故が起こるかどうか、現段階では判断しがたいと述べているようです。しかし、わずか3ヶ月後の2013年4月には、日本とアメリカ当局が、アメリカボーイング787型機の運航再開を認可しました。ということは、787型機のバッテリーの安全性が確認されたと思われるのです。とはいえ、日本は、なぜ、発火などの危険性を承知の上で、リチウムイオン電池を使用するのか、という質問があり、結論も出しています。記事によると、日本は原潜を所有できないので、強くなっていく我が中国の軍事力に対抗するために、危険であっても、リチウムイオン電池を選択するしかないと述べました。自問自答してくれたというわけですね。こういった強硬な思い込みを堂々と公開しているところに、中国の本気度が感じられるとも思います。記事の最後には、中国の原潜は、言うまでもなく、世界の中でも強力だが、残念ながら、艦数が不足しているのが不安だと書いてあり、欧流への危機感もほのめかしているようです。リチウムイオン電池を閉ざされた空間である潜水艦へ搭載するのは、世界でも初めての試みです。中国だけではなく、世界中から注目されることになるでしょう。これほど注目を集める理由の一つとして考えられるのが、日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識の賜物による優秀な製品ということではないかと考えます。これは何事にも言えることでしょうが、今あるものを真似して同じようなものを作っただけで満足して
より優れたものへという思いがなければ、いつになっても追いつけっこないし、追い越すことも不可能でしょう。